ラブの皆様、こんにちは、野沢雅子です。よろしく。もうね、こちらでもきっと皆さんに悟空は愛されてると思うんですね。これからもずっと私長く長くやりたいもんで、悟空を愛してほしいなって思ってます。カメハメハを打つときはこういう座ってはできないし、こういう状態でやってて、普通の役の時はこうやってカーメーハーメーハーっていう風にやるんですよ。やっぱこの構えないと、このまんまでカメハメハを打とうと思ったら打てないんですよ。それはね、やっぱり最高に嬉しかったですね。本当は私、大人になったら変えられると思ったんですよ。子供の時のっきりできないだろうなと思ったら、誰がやるのかなと思って、その大人になった1話目を見た時に、野沢雅子って書いてあったんで、最高に嬉しかった変化というのはやっぱり最初の悟空はちっちゃかったじゃないですか。だん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 で急激に大人になったんですよ。Z になってから子供が、ご飯くんができたので、急にもう次の週が大人になったんで、でもやっぱ大人の僕が出てくるとパッと切り替えるんですよね。役者だからかもしれない